はい、えー、それではですね、えー、時間になりましたので始めていきたいと思いますメリークリスマスということでねはい、えー、始めていきましょうまあ,あの年末年始の過ごし方というのでもうクリスマス感ご利用しですねレジュメの中を見ていただいても第1部とガラッと変わった感じになってるでしょ。全部ののところにあのなんかクリスマスマっぽい あのフリーラストを入れるっていうそういう感じの,あのレジュメになってますけどねさて、えー、今回はまあ年末年始あとまあまあ実際にね本試験受けた方これから初めて受ける人とかも含めて、えー、どういうような体制で、えーまあ、ここあとね発表ぐらいまで過ごせばいいのかなっていう話を、まあ、していくという中身はすごく真面目な。 あの内容にえー、っとですね、まあ、一応立ち位置の確認というような話から入りますからこちらです、えー、あなたの立ち位置を確認しようみたいなところで大きく分けると3つのグループに分けてお話をしていきます、えー、合格ほぼ確定というのは今年受けてほぼ確定かなっていうような人とそれからまあ B ですね記述次第で合否が分かれると思っている人。 それから C これがもうだめという人もしくはあのちょっとここに書いておいたけど初め,て受ける方、ね、初めて受ける方もそこに含めてということになると思ってください。でえー、彼らに対してもこれらの人に対してってことなんだけどちょっと、ね、こういうステップを知っておいていただくといいかなと。 はい。物事を学ぶときのステップというのに当てはめてお話をしていこうかなということなんですね。で、えー、4つの段階に分けるっていう言い方をします。こんな感じ。4つの段階に分けるって言い方をします。1番目が、まずは、 はい、知ってるっていう状態ね、まあ。情報を得ているっていうような状態です。これ、A も B も C も全部の人に共通する話で、えー、これで仕分けして話ができるので、ちょっとこの4段階先に共通項目として知っててください。それから2番目、うんとね、やったことあるよみたいな話です。ある程度、えー、実践したことがあるよっていう話。そして いやいろいろできるけどっていうこの辺はあのバカズっていうのバカズを踏んでるで最後は あの教えられますけど余裕ですけどっていうような話ですね大体いい物事を勉強する時の話としてはこんな感じですよだからねクリスマスにはサンタさんがやってくることは知ってるとかさでそれは「ああのいやああの、ね、来たことあるよ」みたいな。 私の状態は今2番でしょうねこれで毎年やって場数を踏むと3番までいくってそういう話になるんでしょう4番目はこの着方とかをいろいろ教えられるってところまでいけば4番目までいくっていうのはこれ全部のことにあの当てはめて説明ができるような話だったりはするんですよでこれに合わせてちょっとお話をしていくということにしましょうかね。で えー、次の2ページのところ見てください。まあ,あの状況に応じてね、今回こういう方がいらっしゃるかどうか、一応収録してるから、あ収録をしてそれを画面上でご覧になっている方にこういう方がいらっしゃればということです。あのこの教室の中で該当する人がどのくらいいるかというのはちょっとあの聞かないでおきますね。あのねその人が本当に数人しかいなかったら、あの無事にこの教室を出られるかどうかがちょっと心配になりますからね。お前そうなのかみたいな感じになってしまうと、ちょっとそれはそれで悲しい。 シクリスマスみたいな状態になるでしょ。だから、それはやめときます。けれど、まあ,あの合格ほぼ確定っていう場合はさ。 ままあ、まあ,あの大雑把に分けるとこの3つのパターンの人がいるのかなって話なんですよ。だだから例えばあの、ね、これ行政書士で働きたいんだよねなんて、まあ、要はこれ今年ダメでも来年同じような状態になってるんであればその時に当てはめて考えてみるといいよというか来年試験終わった後こうなるんだよっていうそういうイメージで捉えておいていただくといいと思うけどやっぱり開業したいぞっていうようなことを考えてるんであればさっきの4ステップの中で。 この年末年始の中にやるべきなのはやっぱり知ってるっていう状態をとりあえず作っておくっていうのはとても大事です知ってるか知らないかはねひとまずまず自分の中に情報の蓄積をきちんと持っておくってことはとても必要というか大事になりますねあの情報の蓄積はあとで、えー、こんな本がいいよっていうのを紹介しますが書籍です、本です。 あのー、これねやっぱ何にも知らない状態でいきなりなんかよくわからないセミナーに出ちゃうとかなんとかってことはあまりやらない方がいいだろうなというかまあせっかく今ちょっとモラトリアム的な時期ですからねまだあの今年受けてもう多分受かってるともう大丈夫。 っていう状態でもまだ受かったわけでではないですからねちょょっとチューブラリンな時期でしょうだからせっかくなんでこの時間も空くしこの間あの情報を集めるっていうのはやっといていただくといいですよ例えばあの第一部でやった個人情報の、ねえー、保護の改正の話ってあるじゃないああいうのをどうやって情報を集めてああいうレジュメを作って事業をするのかっていう話をしますので。 それがそのまんま開業の情報に当てはまると思ってくださいあのすごくシンプルに言えば本屋さん行きますね個人情報保護法改正って書いてある本片っ端から買ってくるの10冊ぐらい中身見ないもうあのもうまあ、ね中には <laughs> 本を開けた瞬間に舌打ちしか出ない本もあります確かに。 ここれでのの値段取るかお前みたいな感じのやつもありますそういうのはもう速攻メルカリに出せばいいだけの話なのであの、まあ、それはそれでもいいやって話で使えるやつを淘汰していけばいいただあのなんだかんだ言って10冊から20冊ぐらいその分野に当てはまる本をグワッと読めばある程度なんとなくそのコアな部分は見えてくるのであとその中で使える本使えない本の順位をつけていってそれでメインで読む本やサブで読む本やあの同時並行的に読んでいけばいいのよ。 あの要は第三者提供のところについてこの本は条文のことを書いてるけどこっちの本では具体例が書いてあってこっちの本では今までの問題点が書いてあるだったら3つ全部広げといてそれを1本1個にまとめちゃえば一つの物語ができるでしょ条文はこう変わってで今までの問題点はこうで。 具体的にこういう場面はこういう時に使うんだみたいな話ができるじゃない。あのそれが一つまああの情報を仕入れる時のやり方としておすすめな方法です。おすすめの方法です。まああんまりこう受験勉強そのものではねあんまりそういうのはやらない方がいいんでしょうけれど、やはり未知の世界に入っていく時にはそれはとても有効なやり方かなと思います。あのせっかくなんで後ろにいっぱい書籍をね紹介しといたのまあこれはあくまでも7ページのところですか？7ページのところにいっぱい書籍はしょ 紹介ししておきましたあの出版社名なんかも書いておいたから、まあ、気になるものをという感じです。特に合格確実な方の場合だと例えば黒丸3番目改正民法が分かったなんていうような民法改正の本なんかは一度読んでおかれるといいと思いますどっちみちもう2020年4月1日施行は決まりましたのでなんだかんだそれに、えー、直面するというか知識がないといけないという場面に、えー、遭遇するはずです。 またこれから相続法も改正されますのでそれはまだこういう本には入ってないけれど改正されたら同じようにやはりいつ施行になるかはもうちょっと先かもしれませんが今年のじゃない来年の通常国会のところで出てくる可能性は高いですだからあの改正法案の審議がね出てきてそのまま成立する可能性が高いですとなるとそこも変わります。 変わるので変わったらどうなるかというのはやはり一緒に勉強しておくというのはとても大事なところだったりするでしょうちょっとこれあの上の欄で、ねえー、文字数が入らなくなっちゃったのでということなんですがあ,のあと2つぐらい、えー、追加で、えー、紹介しておきますよせっかくだから、えー、っと1個は、ね、も,うあのもう1つは、えーっとね、あれどこか映ってないあここか。 長長いいんだけど長いので、えー、2行に分けて書きますが面白い本があるんですよ「行政書士」「合格者のための開業,開業準備実践講座」っていうね これもアマゾンで探した方がいいです。本屋さんでどこに売ってるかよくわかんないんで、アマゾンで探してください。出版社もうんこういうのがあるんだねっていう税務経理協会という。あの本のいいところはなんていうの？あの外れてもそんなにそこまで痛い出品ならないでしょ。 やっぱりなんだかんだ言いながらこれね会社員の方とかもまあビジネスをされている方もわかるかもしれませんけど自分でお金出すとねえなんかいいところはないかなと思って吸収しようとする姿勢が強くなるので身銭を切るっていうのとやっぱりその姿勢は強くなりますからまあその意味では一回買っても使えなかったら売っちゃえばいいし自分の感覚に合わなかったらもうど,んど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 っかね手放すなりブックオフ持っていくなりなんなりすりい,いいですよ、そんなものは。だけどあの自分の 中でどの本があってどの本が合わないかっていろいろ読んでみないとわからないのでいっぱいあのとりあえず見てみた方がいいんじゃないかなってそうそうあのもう一つ挙げるとすればあれだ、ね、これあげとかないとなんかね仲が悪いんじゃないかと思われるから一応書いときますね。 まあ面白いので仲が悪いってことにしておきますけど <laughs> あの別にあのそういうことはないと思うんだけどあの、まあ、向こうがどう思ってるか知らないけどね、えー、私としては別に特に仲が悪いことはないですただあのなんかネット見ると仲が悪いってことになってるみたいね「あの行政書士プラクティス」ってこれあの黒澤君の本ですね黒沢くんの本ですなんか三省堂からでちょっと2年ぐらい前の本なんだけどあの事例がいっぱい入っててどんなことを行政書士やるのかなっていうのを知る意味ではすごくあの分かりやすいと思います。あの なんだかんだ言って上に載ってる行政書士の花道っていうような本とかも入れなかったか行政書士の花道っていう本もどっかに入れたかと思ったら入れ忘れたかもしれませんがあの従来事例型だと行政書士の花道って本があるんですよ。 あのちょっと知り合いの人が書いた本で帯を見ると私があ推薦コメントを書いてるんですけどっていうのがあるんですけれどまあちょっと古くなっちゃったのでかなり古いのも10年ぐらい前の本なんでやはり新しいって意味ではこっちの同じような感じのコンセプトの本なんですけどこの行政書士プラクティスっていうのはあおすすめかなあのこうやってね情報収集する時間としてまあこれは一日何時間やりなさいとか言わなくたってなんかねやりたいことができるって感じでやるんであれば結構いろいろ集中してできるんじゃない ないかなとは思いますので、やはり新しい分野に一歩踏み出すっていう意味では、ここに載ってるような本をね参考にしていただきながら年末年始過ごすっていうのは、あの合格がほぼ確実で開業志望の方だったらあまあ、おすすめなのではないかとは思います。あの副業としての週末行政書士なんていうのは、あの元受講生の方が書いていらっしゃるのね。元、え、々、ー、あの横溝プレミアム合格塾の一期生だった。 方があ書かれててなんかね銀行に勤めながら行政書士やってるっていうあの銀行の了解を取っている。 週末だけやってるっていうようなちょっと変わった業態のものなのでそれはそれであの川崎の方でやられてる方なんですがそれはそれでぜひあの読んでみるとこれも面白い結構面白いですなのであのまあねちょっと勉強する気がなくなっちゃったなっていうような人なんかでもあのこの副業としての週末行政書士とあと行政書士プラクティスっていうのはあの現役の受験生なんかでもどっちみち受かったら開業したいんだよねと思ってるなら まあ年末年始のちょっと気分転換に読んでみるとあの将来像がなんとなく見えるじゃないやっぱりあの大人の勉強というのは将来像がわからないままやってると私は何をやってるんだろうって気持ちにだん,だん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 なってきちゃいますよねあのこれ受かってどうなりたいのかみたいなのが明確にビジョンとして持ってた方が当然勉強は続けられますし苦しい時に踏ん張れるっていうのも当然出てくるでしょうねだからあのその意味でそういう希望があるんだったらぜひそういった本を気分転換に読んでいただくって。 いうのもありだと思います、うん、これで行政書士プラクティスが売れたらねなんかもらおう <laughs> っていうような感じだよね。えー、っとそれから多資格受験の方はまあまあこれはあんまりそれ以上言うことないけどやっぱ情報収集。 あと、あの社労士とか目指すんであれば早めに動かないともう、ね、来年の試験間に合わないぞって話になってきちゃうでしょう、もううも来年の8月ですから試験が司法書士だったらちょっとしっかり情報収集した上で動いてまだあの春生とかそういうところから動き出しても全然間に合うかな、だか発表ちゃんと見てから、ね、動いてもいいんじゃないかなとは思います。あのちゃんと情報収集しよううねっていう これはやっぱりあの多視覚受験の場合でもどこのどういう先生がいいのかっていうのは、まあ、一応レックの中でって言い方にしとくけどレックの中だってあのいろんな先生がいるわけで。 その先生の誰が一番いいのかというのは、やっぱりいろいろ情報を集めてみないとわからないですから、それぞれ個性がありますしね。まあ、これは、まあ、行政書士受ける場合も一緒でしょうけどね。私に合う人もいれば、合わない人もいるじゃない。なあいつ、あいつさあみたいな感じの、思う人もいれば、いやすごいっていう人もいるでしょうし。いろんな方がいらっしゃって、こういうあの講師業みたいなものっていうのは。両極端な人がいて、成り立っている世界だったりするので、あんまり真ん中はいいんですよ。あの、すごい大好きって言ってくれる人と、あいつ絶対許さねえみたいな感じの状態の人と。 <laughs> 両方いるっていうのがやはりこういう仕事をやっていく意味ではとても大事なので、まあ、あのそんなあイメージですかご自分の目で確かめようというねひとまずのんびりしたい方はのんびりすればいいんじゃない白い巨塔とか読んだりしてね <laughs> のんびりすればいいんじゃないのここはさせっかくだからはいでえこっからがあの結構真面目な話だね、えー、記述次第で合否が分かれるというような方です。 あの記述次第ってね今年の場合久しぶりに記述次第でというような年に、まあ、なってますねだから記述の添削がどのくらいのレベルで行われるのかによってって、まあ、まあ毎年ありますけど今年は特に、ね、そういう方この中にも多いのではないかと思います。あの記述次第でででというので本当に、まあ、要は発表まで待とう そういう資格がある人っていうのはそもそもまず記述以外のところがうーんとね記述以外のところで160点台だったら待っててもいいですっていう話あの160点以上で記述の添削でうーんどっちかだろうねって言われたような、まあ、あの場合によっては予備校の無料添削でなんかすんごい なんか大雨でつけてくれた予備校がなんかね噂によるとあるらしいからすんごい点がついちゃったんですけどっていう結果が戻ってきてる場合との激辛ですけどって場合といろいろあったみたいですね今回はねないろいろ見てるとあの見てないようでいろいろ見てますからだからいろんなところで皆さんがいろんな感想を書かれてるのを、まあ、まあ知らないふりをして見てますからねだからそれで見てるとまあなんか某なんとかっていうところはすんごいもうものすごい,い,い点が返ってきたと満点近い点数をつけてくれたりしてるところもあれば、まあ、レック はレックの公式採点は私はタッチしてませんのであの私のところに個人面談で来た点数とまた違っているかもしれませんけどそこは、まあ、いろんなあ諸説あると思って見ていただければいいですがあのただ、いずれにしてもそこの点数の幅があるとしてやはりベースで160点以上取れている人ですねその人だけがやはり本当に微妙というそういう状態だと思ってください。はい だからあの見極めのポイントっていうようなもの本当に微妙な方っていうねのはこれは記述以外で160点以上です。だとすれば本当にあの記述の添削次第でね えー、180点を超えるか超えないかが決まってくるっていう話になるじゃないこれが150点台前半とかになるとやはりちょっとその段階で微妙って言われてる人は。 これは実際は微妙ではないって可能性を想定して動いておいた方がいいです。あの本当に実際どうなるかは蓋を開けてみなきゃわからないですよねわかんないけれどあのやはりどういう状況に転んでもそこからすぐ次のステップに進めるようにしておかなければいけないというのがあるのであの本当に待ってていいのはここの人で待ってていい人はうーんよくお勧めするのはね まあ受かった後のことも考えてそれから万が一ってことも考えるんであればやはり、えー、この時期だったら会社法と民法の勉強をしとくと良いんじゃないですかって話はよくうしていますあのこのあたり、えー、勉強しといていただくといいのかなっていう話です後ろの方を見るとね民法とか会社法のおすすめの本というのも挙げておきましただからあのー、この時期ね またなていうのかな問題集をやるとか何とかっていうのは微妙な点数だった人がやろうとするとやっぱりそんなにやる気が出るものでもなかったりはするしだったらあの一歩です、ね、本筋に戻ってベースの知識のところを少し試験と離れて学んでもいいんじゃないのっていう話です。 だからあの6ページですか6ページの上のところなんだけれど、まあ、これねなんか写して収録に、えー、字として残しておくと怒られるかもしれないからだからあの見て確認してねあーって感じで黒丸の3番目とか5番目あたりですねこれさすがに写して映像に残すとなんかねお前、何やってんだって言われそうな気がするので何が書いてあったかは内緒ですだけどそこに書いてあるの本はやはりあの定評がある、それから実際に今回これ紹介した本は全部持ってるの。 全部持ってて読んだことがあるのだから、読んだことがある。本しか勧めないです。あの書評が署名だけ見て進めることはしないです。あ、それでつまんねえじゃねえかと言われたらあれなので読んで。ああ、いいなと思った。本だけをそこに書いてあるんだと思ってください。だから、あのその意味でこの2冊っていうのは特に微妙な状態の人。でも一旦原点に戻って勉強するって。意味ではとてもあの読んでみると。奥が深いというか。 あーってなるような本だったりしますので、まあ、おすすめだよということなんですね。一方で、はい、こちらです、えー、ちょっとダメそうだなというような方ですかねあの甘い期待はするなということをそこに書いておきました、まあ、要はあのダメだった場合と良かった場合どちらでも動けるようにって話です。なのであのもうだめだと言ってるわけではないです。 あそれはあ実際にそれぞれの記述の点数とか何とかでいろいろ状況はあると思うからあのここの状況に当てはまっている方はね絶対ダメとは言わないけれどただ受かってた場合こうしよう落ちてた場合こうしようって両方両に並みで動いておくっていうのはやっっぱりりとても大事な話だったりはします、まあ、いずれにしても勉強は再開した方がいいっていうのがこの淡い期待をかけているような方です。まあ あのもう一度、ね、レックの講座を使って勉強するっていうなら、まあ、合格者返金制度とかあるしねとあのこの格好で言うとちょっとすごい,いやらしい感じがしますけどでもとりあえず合格者返金制度全額返ってきますからだからそれとかで勉強するっていう方結構いらっしゃるのよ。それはあ,のある意味利口だなと思います。 でそれでちょっと勉強しといてある意味タダで勉強したみたいな感じで全部お金が受かったら返ってくればそれはそれでいいしあの結局発表が出てから動き出すとそこまでのタイムラグのところを勉強してなかった場合勉強をしない時期が2ヶ月ぐらい続いてそこからもう一度立ち上げなきゃいけないって状態になった時にやはり初動が遅れますね。 初動が遅れます初動が遅れると結局その遅れが最後11月ままでずっっとと響くっていうようよなことがあります特にあの点数が170点台とかでえ結果的にダメだったっていうような人は初動が本当に遅れるケースが多いです。あの発表後すぐ動いてくれればいいけれど4月5月ぐらいまでねずる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 スタートを遅らせるみたいなことをやるとやはりそれは結果的にあのここの部分が抜けるって話になるの。 今日の最初でで言ったでしょ「知っている」っていうのはある意味ここはインプットなんですよ。 この知識のインプットさっきね実務の勉強だったらまずは本でやりなよって話ですあのやったことがあるっていうのはこれはやはりあの実務のねインプットしたものを例えばあ問題を解いてみたりとかそれからなんか授業に出ていろいろお話を聞いてみてあこれ聞いたことあるっていうふうに思うとかあもしくはあ実務系だったらセミナーに出てあそうそうこの本で勉強したことについてより実際現場にいる人の話を聞いてみたいとかっていうので出るとかっていうのは、まあ、それは あの2の段階に出てくるでしょ。 である程度自分でもちょっと実践できるなら実践する問題解くなら解いてみたっていうような実績が少しできてくるっていうところまでが ② ってことになりますねあのそれこそ「横溝プレミアム合格塾」とかだったら1番は知識力強化編ってやつで2番は解答力強化編っていうようなものであのそこで段階が分かれてくるっていうような知識を入れてそれを問題を解くみたいなね、まあ、どんな勉強でもそうでしょうけどそういったあ形あとはあの直接いろいろ聞かれて答えるみたいな ところで、えー、やったことがあることがちゃんと回答できるかどうかっていうのもこれも別に資格試験の勉強だけじゃなくていろんなところでそういった話はありますよねっていうことになるので、まあ、その辺りが2なんだけどここの1の書道が遅れると結局1ありきの2ですからこの書道が遅れればここが遅れてここが遅れて最終的に、まあ、ここまでいけば大体合格ラインですよ教えられるかどうかはあんまり気にする必要はないです。ああのもし受かってね 先生やりたいうんなんかね、えー、レックで講師やりたいという人はまああのー、個別に言って <laughs> それは <laughs> あのまあまあまあね、あのー、すごくうとても楽しい仕事ですよ。 楽しいですあの上司はいないしね部下もいないしね <laughs> あの誰かに気を使って何かしなきゃいけないわけじゃないし気に入らなければ気に入らないねって言えばあの周りが慌てて動いてくれるしねあの本当にとっても楽しい仕事です、まあ、もちろんあのいろいろ問題はあるかもしれないけど楽しいことしか言いません <laughs> あの、ね、とっても楽しい職場ですってそういう感じなんだけど、まあ、個別に言ってください。はいでえーとね、これれが、まあまあ、あの甘いい期待はすするななという話なんですねそれから はいえー、不合格確定の場合初受験の人この辺りは少し具体的なあ勉強の話もここでしてみようかなと思います。まあ、あ点数にかかわらずすぐ学習再開しようというような話それからあのぜひ、ね、これは受けた方は見といてってこれがある意味年末年始の勉強のキックオフになる講座としてバラで申し込めるのか。 かな申し込めるはずです多分だからあのそんなに高いあれではないので要はあの2017年度試験をですね7.5時間かけて解説してるっていうそういうような講座ですものすごい一問一問にものすごく丁寧に関係知識まで含めてお話をさせていただいてるのでやはりあのいろいろな分野の勉強について自分がどのくらい知識があってないのかどのくらい忘れてるのかどのくらい身についてたのかそれは11月当時は同時で今聞いた場合どうなのかっていう いろいろな比較検証ができますから、ここからスタートするっていうのはとても大事なことだと思います。そして、初めて勉強している人などですね。まあ、当然のことだけど、すでに講座を受けているのであれば、やはりここまでの。復習ですか。遅れているものを。 取り戻すということはとても大事になると思ってくださいあの一応ねこのここまでの復習をと言ってますがこれはこのあとずっと続いていくと思ってねで大体復習って2週間単位でやるといいよっていう,いうことも知っておきましょう一回授業を受けるでしょ受けたらすぐそのね内容の見直しをしますね2週間後にもう一回同じところ見直すの。 あのねそれやらないと。 これ予備校の授業を受けている時には特にそうですけれどいろんな科目が縦積みでどん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 進んでいくわけですよ憲法終わったら、まあ、民法行って民法終わったら行政法行ってとかねで当然民法とか行政法は回数が多いからあの憲法をやったこここととがどどどどんどんんどん記憶の向こうににいやられていくことになりますよね今ここで年末ではまだそこまで勉強進んでない人が多いだろうから初めて受ける人はやったところの見直しをすればいいんだけどそこで見直しましたその後また次見直すのが6月ですではこれは どうにもならならいのでやはりあの見たところを2週間後にまたちゃんと見る日付を書いとく必ずあのここは何月何日に復習したっていうのは日付を書いとくでそれを2週間後にちゃんとチェックできてるかどうかあのレックの合格講座だと復習ドリルとかあったりするじゃないああいうドリルみたいな一問一答形式のね確認のものをやったらそこに日付を全部書いとく。 ででききたたかできなかったかなっを記録しと,くとにかくまめに記録しといてそれを見て2週間後にチェックする事業の中で覚えなさいなんて言われることがありますね。民法だったら例えば最初の方では制限行為能力者の話をする制限行為能力者の話をすればあ未成年者とか成年非公見人とか非補佐人とか非補助人とか出てくる、ねあの。補佐開始の審判と補助開始の審判で本人以外の人が請求する場合に 本人の同意が必要なのはどっちだっただろうかみたいなことは覚えてなきゃいけないよみたいな話はするでしょどっちでしたっっけ。まあ、どっちかだからね <laughs> <laughs> どっちかあの今二択なんだからどっちかどっちかどっちか。だから。 どっちでいきますあの例えば本人とか配偶者とか四親等内の親族とか、まあ、そういう人たちが請求できる、まあ、本人がやる場合はいいんだろうけど例えば配偶者が請求する場合に補佐返しの審判と補助返しの審判で本人の同意が必要なのは、はい、どっちでいきますいいクリスマスだね。 <laughs> あの、正解です。正解です。いいクリスマスが過ごせると思います。あの、補助開始の審判の場合ですね。で。 あの代理権を付与するみたいな話になるとあの補佐の場合も補助の場合も補佐人補助人に代理権を付与する場合はこれは個別の審判で本人以外の者が請求するときは本人の同意が必要だという両者共通だという話になってましたね。というようなあの制限行為能力者のところというのはもう単純知識なんですね知ってるか知ってないかで処理ができるでしょというようなところをきちんと覚えてるかどうかの確認というのもまあそれもやはり2週間に1回ぐらいはきちんとやっておく。 といううことが必要にはなるでしょうねだからあのそういった覚えなければいけない項目のチェックであるとか内容そのもののチェックであるとかっていうのはやはり2週間に1回は必ずチェックをするっていう癖をつけとくあのだ,んだ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 んスピードは上がってくるから2週間に1回チェックしてってそれが5回6回ってなってくればどん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 スラスラ出てくるようになるはずです。 あのいつも言うんですけど授業の時に私がこうやってねなんかあいろいろとわー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 言ってるような話っていうのは結局1年間の中で何十回も同じことを話してるからだから出てくるっていうだけで別になんか特段記憶力がいいわけでも何でもないですよ昨日何食べたかって言われても覚えてないもんだからあのそのあたりを考えるとそんなに記憶力が良くなくても繰り返す反復の回数を増やせばそれはそれで、えー、記憶の定着度っていうのはこれはどんな人でも上がります。 あの70代の人だろうが、まあ、80代の人はちょっと責任持てないけどあの70代ぐらいまでなら上がると思いますという話ですあとはやっぱり体力の問題もあるんでねあのだんだんお年がだいぶかなり高齢になってきちゃうといろいろあるかもしれませんが70代ぐらいまでだったら今結構元気な方多いのでそのぐらいだったらそんなに変わらないですだいたいね覚えられないとか言ってあの何 えなんか覚えられないんですよねっていう人って大体40代とか30代後半だったりするのであのそこはそんなことはないですやはり繰り返しの回数を増やすっていうのがとても大事あの授業を受けた場合でも最初の理解度は50%ぐらいでいいんです。回勉強しました憲法全体勉強強ししししままたた憲憲法法全全体体の理解度は50%でいいのだん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 それを繰り返すにあたって徐々に徐々に理解度を上げていけばいいんです。 そういう認識でいて、あのまず全体を見るというのはすごく大事です。法律の勉強の場合は、全体構造をまずちゃんと把握して。 その中身の細かい爪は繰り返し見ていく中で徐々に徐々に高めていけばそれで十分ですそうやっていかないと一個一個の細かいところを一個一個潰していかないと前に進めないって勉強の仕方をしてしまうのはこれはあ特に資格試験の場合時間がすごくかかってしまうのでお勧めはできないって話にはなると思いますまあ、例えばあの一言で判例の内容を説明できるかとかね そのそもそも憲法ってどういうもんだろうって言われたら説明できるかとか民法ってどんなルールなんだろうって言われたら説明できるかとかっていうところまでいけばものすごいんだろうけれど、まあ、憲法に関してはね日本国憲法って言ったらそれは学問上の分類で言ったらねいろいろとあるじゃない固有の意味の憲法とかさ立憲的意味の憲法とかあったりしますよねどっちに分類されるのが日本国憲法だったかって覚えてる <laughs> あの。 立立憲憲憲憲的的意意味味のの法法ですね立憲的意味の憲法だじゃあ、立憲的意味の憲法ってどんなもんなんだろうかってその,あの全体像がちゃんと把握できているかどうかが大事なので日本国憲法の役割って言ったら一言でどういうものだって説明できるようになっているかどうかってこれはとても大事なんですよ初めて勉強する人であ,あればあるほどあの一言でちゃんとその一番コアになるところというか核になるところがちゃんと説明できるかどうかっていうのを心がけておくっていうのはとても大事だったりします。だからさっっきも言ったけど その入門みたいな本を読むといいよって言ったのはそういうところにもつながってきます民法だったらこれね財産法の世界の話っていうのはよく事業の中でもう繰り返し同じことを言いますけどあの取引の安全をきちんと確保してでそれからあの相手に対して予測不可能な状態をなるべく作らない。 ことによって安全な取引をしっかりできるようにそれから力の強いものが弱いものにね、えー、やりたいことがでやりたい放題やるような状況が作られないようにその市民社会の安定っていうものを図る一言で言っちゃえば市民社会の安定を図るでそれを安全な取引っていうものを確認して図ろうとするっていうのが民法の本当の究極の目的って話になってくるはずです。だから今回あの 再建法改正というところでより細かなルールを入れてそれをさらにアップトゥーデートしたという話になってくるんでしょうね。だからあのそういった本質のところにきちんと迫るっていうのはものすすごく大事だったりします年末年始だったら例えば、ね、後ろのところにまあまあいろいろ挙げてたでしょ。ね、よくあの憲法のその6ページの上の2つの憲法の話なんかは まあこれはよく授業で、ね、憲法を最初に受ける人にこの2冊どっちか読むといいよなんて話はあしたりはしますよね、まあ、4番目には自分の本を入れてみた <laughs> んだ、うんね、1個ぐらい入れてもいいじゃんっていうので入れてみたっていう話ですよ、えー、あと行政法だと、ね、あの結構おすすめの本があって、えー、おすすめの本が1個ありますで、えーとどまあ、いいかここに移しちゃおうか。 つかむえる、はいえー、とでは署名を書いておきますが行政法で、まあ、これから勉強する人なんかでもいいかもしれないけど勉強の、ねえー、気分転換の中でこんな本を読んでいただいてもいいんじゃないかなっていうあのすごくわかりやすくて面白い本です「つかむ、つかえる行政法」ってそんなに分厚くない。 わかりやすい本なので、あのおすすめです。あの行政法行政法の全体がわかる本なんてないです。 そんなものはねで特に行政書士の世界の行政法っていろんな分野に渡りますから内容がそれ一冊本読んで全体像を理解するなんて無理だけどでもあのざっくりなんとなくこんな感じなんだろうなって行政法総論に関わるところなんかのベースが分かってるとあと自治法のところにちょっと絡んでくるようなことが分かってたり実際の社会における動きが分かってるとなんかそこに当てはめて理解することはできるのでそれに役に立つ本かなという話だったりはするんですね。なので ぜひ、えー、おすすめだよっていうような言い方をしていると思ってください。 まあ、あのこののの本などを読むとかっていうのも大事ですやはりあのここ2週間2年1回は復習をしなさいなんて話をしたけれど、まあ、あ一度今年受けてる人だったらまずは本試験の、ね、細かな振り返りから入るというのは一つ王道の勉強の仕方だったりはしますしそれからあのそれプラス学習の再開を早くしろというのは何かあ、まあ、まあ一応レックの、ね、ガイダンスだからというのであれば、まあ、レックの講座を受けるなら受けるっていう形で勉強 を開始するなり何らかの形でとにかくあの具体的な学習を再開するということはやはりとても必要だというふうに思ってください。あの点数に関わらずすぐ学習再開しようというのは発表後も一緒ね発表後のその非常に惜しい点数で落ちる人っていうのも同じですもう一回受けたいんであれば早い段階で再開しなさいということは同じように言えると思っていただくといいと思います。はいそれかららこちらうん 5ページですか、うん「年末年始学習スケジュール」っていうね、えー、なんか今回の話はこれ,なこれだったんじゃないかっていうようなーテーマがやっと出てきましたが一応ですね12月28日から1月5日って私が休みなんで。<laughs> <laughs> あのもうね、なんだろうね、この世界は私を中心に回ってるみたいな感じのあれですけど、まあ、ただ、いろいろな方に聞いたら大体このぐらい、そんなちょっとずれるぐらいがあっても大体この辺がお休みみたいなので、まあ、一応、この辺でというような話にしておきます、まああの。ご自分の中でスタートが29だったりとか、終わりが1月4日だったりとか、いろいろあるかもしれませんから、そこは柔軟にちょっと調整してください。とりあえず、このぐらいお休みがあったらということなんですけれど、あの まずはっきりさせておくのはですねこの、まあ、1週間ぐらいの間ですか勉強をある程度やはりきちんと継続しておくということはとても大事なんですここ、丸々休むというのは来年試験受ける人とか微妙な状態で来年受けるかもっていう人はなしね、そこはないよ、休んじゃだめ。 休んじゃダメです。あの全く勉強しないというのはダメです。ここ全く勉強しないと一月五日なり六日になったとき復帰できないですよ。やっぱり。 あのなんだかんだ言いながらあ、ね、すっかりこう人間だからだらけてしまうっていうのは、まあ、これは仕方がないことなので、まあ、そのだらけてしまっても、ねまあ、そうだよねっていう話にはなるのかもしれないけれどただそれをやっちゃうとせっかくここまで例えばもう学習を開始していてある程度勉強習慣がついた人がこの1週間でスコーンってそれが抜けてしまって元に戻るのがとっても大変になるのであのパターンで、ね、2つあります。 一つ提案としてスケジュールの提案ということになるけれど、はい、パターン1、まあ、もちろんこれパターン1と2しか紹介しないけど、まあ、3とか4とか自分で好きなものを作っていただいても構いません一つのパターンねあの12月の28と29はい、普段通りまあ普段通りって言いましたが あここは2時間かな1日ね2時間ぐらいの勉強はキープしておきたいねっていう話です。で まあね、なんかいろいろ実家に帰らなきゃいけないとか、まあね、その旦那さんの実家に帰ってちょっと姑さんとかそういうところにいろいろと高校しなきゃいけないとかいろんな状況があるでしょうからいろんなことを考え出すとあれなんだけど、まあ、だから12月の、ね、30日から1月1日までは勉強できませんっていうなら、まあ、それはしょうがないです、ここはもう完全にお休みしてしまってで1月の2日から再開して。 ここもお5日までだったらやはり2時間ですね1日2時間の学習時間をきちんと取るっていうようなやり方まあ,あのもともとこういうのを決めとくの。 いや長期の休みが入ったらどうするかっていうのを最初に決めとくのでそれに合わせて動くっていうことをやればここ休んでていいんだよなってことになるでしょ休みを正当化できるじゃないなんかあのね明日頑張ろうみたいな感じで今日休んじゃおうなんてことをやってるとやっぱりそれはあのすごく後ろめたい感じで休むことになるしで結局その次の日も同じようにあんまりできなかったりとかで結局気が付いたら1月5日迎えて何もできてませんみたいな状態になるのはやっぱりあの避けたいんですよ。だから あの最初からもう予定を組んでしまうでもっと言えばこの,2時の時間のの場所をもう最初から1日の中でフィックスするあのお休みに入るので今までの仕事でどうこうっていう話とちょっと違ってくることを前提にしますがだとすれば一日の中でこの時間で勉強するんだっていうのを最初から固定してそれをご家族がいらっしゃるならご家族の方にもきちんと伝えとくっていうここは勉強するから邪魔しないでくれ。 で、勉強するって言っても、まあね、やる気が出ない場合もあるかもしれないでしょ。やる気が出なくても、何でもいいんです。あの、机なり、自分が勉強しようと思っている。あの、ね、ダイニングのテーブルなり、何でもいいです。あの、まあ、結構ね、えー、勉強されている方って。あの、なんだ、ご飯食べるテーブルの一角で勉強してるとか、そういう方も。まあまあ、多かったりはしますよね。で、本をいっぱい積み上げてて、お父さん邪魔みたいな感じで。あの、子供から言われたって、悲しそうな顔して言ってた受験生の方いらっしゃいましたので。だから、まあ、そういう場合もいいじゃない。 自分の書斎持ってるとかってなかなか、ね、なかったりはするでしょうから、まあ、自分が勉強する場所って決めてるところで2時間は必ずその時間決めてたらそこに座るの。で座って、えー、やるる気が出る出なないいは関係ないです勉強にやる気はいいらない勉強するのにやる気はいらないやる気が出ないから勉強できませんなんてねそれは言い訳でしかない。ねあの勉強にやる気はいらないの。 月曜日にに会社に行っってて仕事しますってやる気があろうがなかろうが月曜日出社して9時らか8時に会社に行ったら勝手に業務が始まるでしょなんかメールを見てみたいなことからやる人もいるのかもしれませんねでメールを処理してみたいなところから、まあ、あのルーティンワークから入っていって徐々に徐々になんか午後から調子出てきたかもみたいな感じでこう、ね、業務に入るなんて方はいらっしゃるでしょうそれと一緒です。 あの最初やる気が出ないんだったら例えばさっきの未「未、えー、制限行為能力者」のところの要件がちゃんと覚えられてるかどうかとか覚えてるかどうかのチェックみたいなものを単純なものから入っていってでそれから徐々に徐々にテキストを読むとか何かやるとかっていうところにステップを進めていけばいいのであのやる気が出るでないじゃないのただやればいいのただそれだけですあのやる気が出るでないではなくてただやるの,あの淡々とやるのっていう話。 あの勉強をする時に大体ねあの講座を受ける人でも講座を受けた最初の時にね私死ぬ気でやりますみたいな私あのもう今日から一日10時間勉強しますとか言ってる人の方が続かないのよ基本的には。やる気に満ち溢るてるとそのままあっという間に燃え尽きるのであの消える前のろうそくみたいなもんだから。 あの最後わっと明るくなるけどそのままフーッて消えちゃうっていうような話になることが多いのむしろそれよりは本当に淡々と地味に地道に続けてって気が付いたらあなんか合格ラインに行ってましたみたいな人の方が受かりやすいんですよ。っていうことをちょっとお念頭に置いといてください。ね、あの今まで見てきて本当に最初のテンションが高い人ほどまあ4月5月でいなくなる <laughs> あの早いのそれはいなくなるのがスコーンって消えていくのね。 だからまあ年内からスタートした場合ね1月からスタートしたらまあ6月半,半年ぐらいは持つのかな半年ぐらいはこう落ちながら持つんですけどだんだん最初のうちはすごい「いやあのこれ授業受けてるんですけど今受けてる科目以外にもこれもこれもやった方がいいですかね」みたいなことを言ってくるんですけれどまあだん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 あんまり何も言ってこなくなるってそのうちいなくなるみたいな状態になるケースはなくはないです。だかららそれよりは最初ここまでできるとと思っっった8割ぐいいをやっとくっていうのが一番 ベストな進め方だったりはすするんです余力を残すのまだやれるなみたいな感じの状態で勉強をそのまま続けていくのそのうちどんどんやること増えていくから,だからまだやれるなの余裕があるところで受け取ることができるほど勉強量は増えていくのでその時に最初から目いっぱいやってたらもう受け取れないじゃん。 その受け取れない状態の上にどん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 勉強が積み重なってくるから潰れちゃうんですよだからそこの先を見通してやるっていうのはとても大事ですだ年末年始も一緒です別にこれ年末年始に限らずねあのずっとここから先みんな一緒だと思ってくださいあの勉強するのは時間を決めてそこは机に向かうもう本は広げる、まあ、できればね広げたまんまにしとくもう昨日勉強したところのページを広げとくの で広げといてその前に座ったら自動的にそこを見るって状態を作っておくの。ねあのもうなんか布団引きっぱなしみたいな。 状態と一緒。まああの結構ね、えー、大丈夫奥さんに怒られてます。そんなおごな大丈夫？うん。とかいうのがあるでしょ。あのあんた本開けっぱなしじゃないみたいなねことはたまに言われますよ。<laughs> あのねなんか本開きっぱなしじゃないみたいなあ,あそうだねみたいな感じで閉じるんだけど、まああの閉じたとしてもなんか挟んどいてスパッと開けるようにしとくっていうのはすごく大事です。あの前提条件なしにとりあえずそのやる状態に入っちゃうっていうのを特にこう誘惑が多い時は。 意識しておくとすごいあのスムーズに勉強ができるかなと思います。あのオンとオフ、ね、もあこうそうパターン一しか言ってなかったからパターン二これはすごくシンプルです。パターン二はシンプルです。あの普通にはい、えー、12月の28日から5日までは1日1.5時間の勉強をずっと続ける。あのこれ28日から5日まででトータルすれば実はパターン一もパターン二も この休みで12時間勉強するという状態に行き着きますどっちも一緒ですどっちも同じ成果が得られます さあどっちっていうまあ、第三の方法を選んでも構いません第三の方法のパターンがあってもいいとは思いますただあのどっちで行くかっていうのはまああの大きく分ければこういうやり方があるんだよっていうのでまあ、まずはそれ参考に自分の生活ペースを考えてみるっていうのは一つやり口としてはあるかなと思いますそこにご自分の特殊事情とかいろんなものを加えてアレンジしていただければいいのかなあの例えば1.5時間毎日勉強しないでその1月1日12月30日から1月1日もやす 集まずにただそこは1日30分の勉強にして他ちょっと増やすとかっていう感じで調整してもらっても構わないですしまあパターン1で12月30から1月1日を1日30分勉強するなら逆に前後ちょっと減らしてもいいですよねとかいうような感じでご自分が取れる時間で続けやすい時間であのさっきも言ったけど7割から8割ぐらいの力で続けられるような時間で勉強をする計画を作っておいてでちゃんと継続するっていうことを心がけるっていうのができるかどうかっていう。 そこがあのポイントになっっててくくるんだだと思ってください特にここの年末年始が一つの試金石になるので時間がガサッと空く、ね、あの仕事が忙しいから勉強ができないっていうのもこれもあの言い訳でしかないですよじゃあ仕事辞めて1日フリーになったら1日18時間勉強できるんですかって無理でしょ多分それは無理ですよあの 20代の終わりの頃に司法試験を受けた。最後の年かなの時にえー、1ヶ月だけ1日18時間ぐらい勉強したことがあります。1ヶ月が限界だね。<laughs> あの無理ですよ。<laughs> あのね、1ヶ月後に試験が来て、試験の当日終わった後に。 何もないところでなぜかあの転んでそのままバタって倒れてましたからだからあのやっぱり無理ですよ、それはねだそんなに無茶はしちゃいけないです、やっぱりなだらかに平均的にして、えー、やっていく方がいいはずですだとしたら仕事してようがしてなかろうが一日に取れる時間ってそんなに多いわけではないので平均2時間ぐらいなんですよ受験生は見てると2時間、3時間取れたらもう優秀です。 優秀だと思います。だ週にしてだいたい12時間から15時間ぐらいっていうのが目安になると思います。まあ,あの一般論で言う必要はないです。ここはねあの一般的に15時間みんな勉強してるから私も15時間勉強しなきゃいけないってそんな考え方取る必要はないです。人は人です。自分は自分だから時間がどうであるのかは自分の生活に合わせてやっていかなかったら意味はないです。ここはもう個別化していかないと。 あのみんながそうだからそうみたいなふうに流されるのはこれはあの計画が崩壊すする大きなな原因の一つになりますそこはちょっとね意識しておいてもいいのかなあのお酒飲んだっていいからね別にずっと勉強する場合お酒飲んでいいですよよくやりますけどあの、ね、お酒を飲んで飲んだ後おちょっと少し30分ぐらい時間を空けてまた仕事するとかっていうのはあの普通に日常生活の中でやってます。 そそうそうもうちょっとこれやっとかなきゃって言ってやるとかっていうのはあります。あの1日のの中ででオオンととフをはっっっきりりつけるるていうのもずっと継続的に勉強すすならありですやっぱりだってずっと勉強してたらよねそれはそれで家族の方いらっしゃる方はね寂しがるでしょうしいろいろ支障も出るだろうからそこはそこでちゃんと楽しんだ後勉強するっていうのはそこの切り替えがちゃんとできるように考えて飲むっていうのも大事。 だだと思ってくださいお酒を飲むんだったらもうベロンベロになっちゃったらもうそれは復帰はできないからねだからそこはちゃんと考えろって話にはなりますどのくらい飲んだら自分は復帰できるのかを考えてそこで止めとくっていうのもあの受験生だったらやっぱりやるべきですそれをあの、ねえー、勉強が終わったらあと好きなだけ飲めるから。 だからそこの今年の1年間はそれを心がけるというのもやっぱり大事なのかなって話にはなってくるんですねだから何時間勉強するべきかっていうような言い方をしました一応こちらから提案したのが12時間ぐらいというのが取れればいいかな。ただこれれ休みの日数が短ければ まあ、あ時間は減っても当然、えー、別に構いませんしただ、ここの復習のスケジュールとかは年末年始だけで独立して組む必要はないのであくまでも少し多めに勉強できるかなぐらいで組んでおいてそのまま1月の、うん、仕事が再開されたりとかあその普通の生活に戻った時もそのまんま継続できるような形で、えー、考えておいていただけると一番いいのかなと思います。 あの学習計画は必ずこれも2週間単位で作るというのが一、まあ、つおすすめのパターンです忙しい人は特にね2週間単位で作ってくださいで2週間単位で作って1週間で中間報告というか中間評価そこまでに何が遅れてて何が進んでるのかをしっかりチェックして後半1週間をまた考える。で あの日々やっぱりどういう勉強をしてきたかっていうのは何でもいいからあの必ず記録は取っておくねあのや,やろうと思ったこととやったことですどっちかっていうとやったことの方が大事です何を何時間やったのかをちゃんと記録を取っておいて自分が1週間の中で何ができるのかを一回客観的に評価するっていうのもこの年末年始のお休みが試金石になると思います。 この休みが取れればこれだけできるんだ普段はこんなもんだろうっていうのをいろいろ比較するとってもあの情報を収集すするいい時期なんですだからその時に自分がどのくらいやったのかの記録はちゃんと取っといてください。 でそれを記録を取るためにはまず1週間で全体で何やりたいのかっていうねどのくらいの本を読むなら本が何ページあるのかっていうのをきちんと見ておけば1日何ページずつ読めばそれは年末年始で読み終われるのかなっていうのも見えてきますよねそれで割り振ったら1回の計画が立てられますね問題だったら全部で30台解きたければそれを2週間でやるなら1日何台やればいいんだろうっていうのも、まあ、計画はそこで立てられるでしょ。で立てててたたらそそのの後はそれをを実実際どうう行ししきかかっていうのをしっいり 見てていいいくってことがででできれば、まあ、そればそさらにいいではないかっってて話になってきますよねあんまり年末年始の過ごし方って感じではないけれどその学習計画を立てる時のその大事な注意ポイントという意味で、えー、今の話を聞いておいていただけるとここから先ね結局は来年試験受けるんだったら来年の試験までが戦いになるので別に年末年始ばっちり過ごしたら受かるってわけではないですから。 別にそういういいわけでではないのでただいろんな情報収集ができる試金石としてこの1週間ぐらいを使ってもらうというのがいろんなテストがまだできるし、えー、いろんな自分の状況に応じて何が自分はできてできないんだろうを見極めることもできるというのであのいろいろトライアルはしていただくといいいいんじゃないかなかと思いますあの一般知識なんかもね、えー、6ページにおすすめ書籍というのをあげておきました。 まあなんだろうねもうどんだけ池上さん好きなんだって言われたらそこまでっていう感じの書籍の紹介の仕方ですね、これ実際そこに上がっている5冊の上4冊全部そうですからね。っていう話になりますあの、まあまあ、一番新しいのがねこのなんだ世界の見方、ドイツと EU ていうね上から2番目に上がっているやつがこれ今、持ってますけど昨日昨日読んだの <laughs> っていう本ですね、ドイツと EU ていう昨日読んだの昨日買って昨日読んだのっていう本ですけれど。まああの 一般知識の特に政治経済社会のところ個人情報とか情報通信のところは実際の試験対策でそれでねやる時期が来た時にしっかりやってもらえればまあ、第一部で話したように結局は定義のところが中心に問われるというのは従来と変わらないでしょうしあれだけ定義が変わっていればやはりそこの変わった定義を聞いてくるっていうのは試験出す側の論理としてはありうることだろうしそれを想定しておくべきですね。 それからあとは第三者提供なんかは実は従来でも出てるのでそれやはり変わったんであれば効いてくるというのはあるでしょうねだあの狙うポイントは割と明確じゃないだそこはそこでいいんですけれど政治経済社会のところはやっぱほわっとしてるんですよね。フほわっとしてしまっているまあもちろんあの今年の試験みたいにあちこちで言ってますけれどその47番から53番までと54番から60番で別の試験だと。 で54から60でどれだけ点が取れたかが足切りに合わない、まあ、基準点割れを防ぐことができたかどうかというところの,その受験生の動きとして言える話だそこでカッと点が取れている人はやっぱり、えー、一般知識がうまく乗ると10問、11問。 あのお会いした中で問問っっててて人がいいいいいまししたたからあの1問しから間違えてなうう状態の方もいたっていう試験だったたようなんですねただ前半の7問はんなんかこうとっかかりがつかめないような感じの問題が並んでしまっていたってことになるあの対策として何をやったらいいのかがわからないっていうのはまあそれはもちろんその通りだとは思うんです気持ちとしてそうなっちゃうのはただやれることをちょっとずつやっていくっていうのも大事だしあの問われている内容として知識の裾野が広いっていうのはとても 向こうが求めてきてきるももののなのかもしれませんだとすればやはりあの、ね、これは勉強とは関係なくそこのところにおすすめ書籍っていうのであげといた本なんかは読んでいただくとあの、まあ、全部じゃなくてもいいですから1冊でも2冊でも興味が持ったものを読んで次々って感じで広げてってもらえればとてもあのいろんなことを知ることができてそれが試験問題のどこかに引っかかってくるっていうことは、まあ、関係しそうなテーマのものを選んでますので。 それをおーですね1冊でも2冊でもいいからあ見ていただけるといいのかなあの5番目の図解でわかる暗記のすごいコツっていうのはこれはあの、ねえー、と去年までレックにいた先生な薄井先生っていう、えー、司法書士の先生なんだけど司法書士講座のね今、札幌で司法書士事務所をやってますであの本いっぱい出されている方なんですよあの、ね、公認会計士と司法書士を持っているっていうものすごい人です。で去年行政書士も受かったの でなんか事務所開くにあたって司法書士と行政書士持ってた方がいて公認会計士はあんま使ってないみたいですけどその2つをやるっていうのでっていう人です。なんか高校の時の偏差値が35の高校に行ってたとかいうような本を書いてそれで世の中にドーンと出てきた人だったりはするんです、まああの彼が暗記っていうのを結構得意にしててこの本がね今まで見た中で一番わかりやすいです。あの無理がなないのねなんか こ,うこれさこの人しかできないじゃんっていうテクニックみたいなものを書いてるわけじゃないです。誰もができることを書いてるしふ、まあ、普段授業を受けてる方であればその中で私が言ってるようなことも中に含まれていたりはします。だからあのすごくあの 取り入れやすいんじゃないかなっていうのがあるのであの騙されたと思って買って読んでいただいてもいいんじゃないかなという一冊ですねこういうのは年末年始のね時間がある時に読んでであーああって言ってそれでまた実際に実践できるかどうかが大事ですからねあのこう本を読むっていうのはここだからさっきも言ったけど本を読むっていうのはやっぱりここのおインプットの部分でしょ。でここで止まっちゃってたら資格試験の場合は絶対、あのー、合格できないですから。 知ってることをやっぱり問題を解いたり実践したり暗記のコツを覚えたんであればそれを実際に使ってみたり今学習計画の立て方を話したんであれば実際にそれを 自分で運用してみたりってことをやって、多少ちょっと痛い目に遭いながらもやるっていうのが丸二のステップでしょ。で、その回数が増えていけば、だんだん自分なりのやり方っていうのが見えてきますから、あ工夫も生まれるだろうしね、バカズを踏んでいくっていうのが、まあこのできるっていうステップには入ってくることになりますよね。だ、時間があるときにやっぱこの一番を自分が足りないところをいっぱい埋めとく。それ勉強とちょっと離れて、えー、その気分転換の時間でやってもいいと思うので、あのその中で役に。 立ちそうな本っていうことであればあのそこに挙げた特に6ページの下に挙げた本っていうのはね あのもう本当にうってつけではなないいかなと思いますねあもちろんあの最短で最高の結果を出せる超効率勉強法というあ私の本ですね <laughs> あのそれもありますから、まああのね、2冊ぐらい紹介したっていいじゃん <laughs> っていう話ですこれだけあるなら、うん、2冊ぐらい紹介してもいいじゃんっていう話なんですけどあの最近見たこれドイツと EU は、ね、面白いこれは面白いですあの、まあ、別にね池上さんからなんかもらえることはないと思いますけど。 えなんだろうこれ富山高校って都立の新宿にあるね高田馬場かなんかにあるかな富山高校の生徒さんの前で何回かに分けてどうやらこのヨーロッパについてっていう授業を池上さんがしたものを本にまとめたっていうまあずいぶん贅沢な授業ですよねそれはね。っていうものを本にまとめてます。あののねものすごく あそうなんだって、まあ、これ読んでくださいって言っちゃうとその後授業で「いや実はね」みたいな感じで言った時にあの本に書いてあったなっていうのがバレちゃうとあれなんですけれど <laughs> でもまあまあただあの。 すすごく面白いですあのテレビの番組でこう池上さんのを見るのが苦手とかいうような方もいらっしゃるかもしれないねいろいろタレントのやり取りが出てきたりあと長いとか疲れるとかいろいろあるじゃないだったらテーマ絞ってこういう本で読むとその本当に一番大事なところだけがふわっっとと入ってくるのでとてもおす,すめですあのもうちょっとリベラルアーツみたいな話までいくならその6ページのね黒丸の4つ目。 えー、これ東工大の講義というので同じようなコンセプトのものが大学生前にやったとっいうのがあー6ページの下ののの下スライドの、ね、4番目のやつですこれも非常に読みやすい今文庫になっているんであので手にも入れやすいものだったりしますから、まあ、その辺りから手をつけてもらうと結構あの授業形式なんでこうおしゃべりの感じあの池上さんの感じですね。 池上さんのあの漢字が文章に出てくるので本当にこう入りやすいっていうのがありますで知らないうちに余計な知識かなと思える知識がいろいろと身につけばそれが絶対何らかの形で役に立ってくるだろうっていうことが言えますのでまあいろ、ねまあ、んな感じでこの年末年始ですね立場がいろいろあれば。 あやらなきゃいけないことやるべきことはいろいろ変わってくると思いますただ、あのー、来年受けるという方に関しては先ほどお話ししたようにこの時期の過ごし方でいろんな実験をしてその先に生かしていくという意味ではとても大事なあ1週間ぐらいということになるのでそのことを心して是非過ごしていただければいいのかな。全然勉強しなかったらもうね来年 来年あの全然勉強しないで私の前に現れるのはだめね <laughs> それはだめねあのそういうことは絶対しないでください少しはあ先ほどのパターン12もしくはそれ以外のパターンでもいいので工夫して勉強時間取っていただければなと思いますはい、えー、ということですねあの 長々とお話ししてきましたがだいたい1時間ちょっとぐらい経ちましたので、えー、この辺りでおしまいということに、えー、しておきましょうかね、まああのー、年末になりますので、えー、体調とか、ね、崩さないように、えー、気をつけていただいて良い年末年始をお過ごしいただければと思います。それれでではお疲れ様でした